え？なになに？リンゴ狩り？リンゴってね、ね、ひっかんって引っこ抜いちゃいけないんだよ。取り方あるから気をつけて。検索より探索。オレオレ詐欺には注意してください。今日はあの鹿田農園さんにお邪魔してます。よろしくお願いします。はい。この時期はどんなリンゴが？もうね、中性種っていうのは終わりなんですよ。だいたい晩生種の富士が今主力で、富士もう、どんどん出してる人もいるんですけど、うちはあの個人のお客さんが多いので、できればあの霜を 2,3 回合わせぐらい、ぐらいのね、寒さに合わせて取ると味がいいので、今が盛んになってるんですけどね。リンゴの取り方ってどうやって取るの？これが今主力の富士ですけど、富士この赤いようなのね、こういうふうに持ち上げて、ここを支えて、それで上こうすると簡単に取れますね。なるほど。ナッキーさんもこれ美味しそうだね。これ取ってみて。こうして、下持って、ここを支えて、反対からこっち、上の方。簡単に取れる。すごい。もう2つ3つ。これが富士。本当はね、ここにあの富士。へえ、ね。温度がうんと低くなって、こういう霜がね、はいはいはい、少ないの、美味しさが増すんですよ。これ大きい方がいいんですか、ちっちゃい方がいいんですか？あのね、特に、特にどっちも、でも小さい方がいいっていう人もいるし、あの見栄えが良くてね、送るにはね、ある程度このくらい大きくなきゃ、子供さんたちが多いとこ、お年寄りはほら小さいのだとほら1個取って、はいはい、これ半分にするとね、食べきれるからね、食べきりサイズがいいっていう人もいます。これが富士。富士でこれからが贈答で、おばあちゃんも忙しくなるんですよ。これが富士。ええ、でさっきじゃあ群馬名月行きます。はい。え、な、群馬？これね、この辺では、あのほら、名月。群馬名月って群馬のリンゴなんですよね。へえ、群馬名月。これは青いんですね。これね、黄色なんですよ。取ってみる？へえ。これね、群馬名月ってあの。へえ。でもこの長野県は信濃三兄弟って、秋葉、信濃スイート、富士なんだよ。これ信濃スイートにちょっと似た感じじゃないですか？これね、ゴールドに似てるね。あ、ゴールドに似てる。うん、ゴール。へえ、秋葉、信濃スイート、なんだっけね、もう一個。秋葉と信濃スイート。これ売り出してるんだよね、信濃さん。あ、信濃ゴールド。信濃ゴールド。ゴールドって黄色いね。はいはい。これ富士と味なんか違うんですか？これね、やっぱりこれ蜜乗ってると思うんだけどね。ほら蜜乗ってるね。あ、本当だ。富士のだから、これがあの割と身が柔らかいのね。でこれが好きだっていう人もいますね。うんと甘くてね。富士だってもうね、蜜乗ってると思うんだよね。少し乗ってんね。だから、あ、そうです、もうね、うちではあと1週間ぐらい置くんですけどね。あ、じゃあそうすると今食べるんだったらこっちの、まあ、群馬の方で。好みにもよるけどね。へえ。あと2種類ぐらいあるの。まだあるんですか？なんか色違うのありますね、そこに。色、中が赤いのがね、これね、まあ、あんまり。へえ。年だからすぐ思い出しますね。あ、でもやっぱああいうね、ムーンルージュ、ムーンルージュ、鷹みたいなのね、あれでね、ムーンルージュ、あれで鳥やるんですよね。そうそうそう、鳥がくっついちゃうんだよね、美味しいのから。なるほど。
お母さんにいつ刺されるかと思って、お母さんにいつ包丁で刺されるかと思って心配で心配で、私これ持ってこんな歩いてるとねいつ刺されるかと思って、まあ、これが何ですか。ムーンルージュ。ムーンルージュ、あの今さブドウでさ盛んにあの、はい、クイーンルージュっていう紫のね、はい、あのブドウも売り出してるんだけど、これはムーン、なんか月の感じじゃない、月、ムーン、月のムーンね、ムーンルージュ。うちのおじいさんさ、こうになんか新進種を植えるのが好きでね。よいしょ。ほら。あ、何、なんで赤いんですか。だからその品種だよね。これが蜜みたいな。なんかとなんかの掛け合わせなんだけど、それはわかる。蜜ではないんだけどね、うん。うちの娘たちはこれがのほら。酸味があってね、あんまり甘くないからこれが好きだって言ってね。あ、そうなんですね。そこ入れて。桃みたいですね。うん、桃みたいだよね。本当中ね。桃みたい。へー。上の方の。本当だ。美味しいんだけど、これで、あ、これはね。うん、あ、警察署からも何か今。行方不明者の、ん、何でしょう。あ、オレオレ詐欺。警察はそうだよね、うん、消防署がほら行方不明者、ね、お母さん俺持ちますか。大丈夫、私なんか臭いポン取ったことない、お町の方から嫁さんに来てさオレオレ詐欺には注意してください。オレオレ詐欺ね、放送やるんだね。これ何ですか。これはね、塩具っていうね、塩具、炎症の炎、火のね、炎、うん、この火の炎だな、火二つの、うんうんうん、舞うって塩具っていうリンゴでね。へえ、よっと煉獄さんみたいなやつですね。煉獄さん、あれですよね、わかんないですよね。これも新須坂の方で、ほらこれも赤いんだよ。あ、本当だ、赤い。へえ、あんまり栽培してるうちはないんだよ、この桃みたい、やっぱり。へえ、美味しそう。ムーンルージュと塩分、うん、っていうのが、塩分の部ってどんな字書くんですか。ない、ない、あ、ないの、あの、ま、丸だね、丸、火が舞ってるみたいな感じそう、その色ってことじゃない、まさに火が舞ってる、塩分。へえ、すごい、へえ、だけど、わしとうちはさ、こういうの、はい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 、珍しいの作るの好きでね、おじいさんがね。へえ、だから信濃三兄弟ね、今ここにあのゴールド、信濃ゴールドっていうのはないけどね。はい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 、あ、ゴールドがないんですね、うん、違う畑行けばあるけどね。へえ、行ってみる、すごいですね。ここだけでいい、大丈夫ですよ。まあ、4種類あったもんね。4種類あった。シナノゴールドだけがなかったそうですね。ここにはね、ここには、畑にはね。違う畑にあるわけ。でも美味しそうですよね。いろんなところからさ、神奈川県から来てくれたりさ。ここは来るときはお電話すればいいんですか。うん、いいけど、そんなにほら、もう80のじいちゃんばあちゃんだからさ、はい、そんなに、これにやってるわけじゃないんで、うん、だから大きいところはね、はいはいはい、あの倉農園さんとかさ、はい、小平農園さんは電話すればね、対応してくれると思うけど、ここも電話すればいいってことですね電話番号、電話番号上げちゃって大丈夫ですか。うん、いいけどね。じゃあ電話番号ここになってますんでぜひ来年ですね、もうね、来年からお願いします。おじいさんやってくれるかなさっきお会いしたけど元気そうだったんで大丈夫です。もうね、8時でも一番上持ってね、やってくれるから。へえ、お父さん元気。お父さん元気ですお父さんと同じぐらいの年だよ多分。あ、じゃあまだ元気じゃないですか。お父さん来週来るんで、うん、お願いします。日曜日ね、お願いします。これはあの、あ、もう取っちゃったけどさ、丸い、これいっぱい取ったんだよ。あ、キウイ？キウイね。あ、キウイも作ってるんだ。キウイ作ってるっていうかね。へえ。なんか趣味でいろいろ。あれ、キウイも冬ですか？そ
うだよね、これからだから取ってね。へえ。こんなのがあるが、これそうですね、春梨の木ってさ、昔山にあってね、でこれは焼酎で漬けとくとさ、はい、なんかいいみたいでさ、昔の子供はさ、山行ってさ、こういうのさ食べたんだって。甘いよ、食べてみ。お母さんね、いつ刺されるかと思ってこれはいけないよな。いつ刺さるかと思って。ああ、マスク欲しい。え、これ何、これどうやって食べるの。猿なしの木、食べればいいだ、それで。これでもう口入れちゃって、うんうん、いいの。死にゃ死ぬよ。うん、あ、美味しい。あ、初めて食べた。昔はさ、うちのおじいさんたちがこの山の登ってて遊んだんだって、うん、でこんなの食べたりしてさ。なんだろうこれ。猿梨の木っていうの。猿梨の木、猿が食べたんじゃない。なんだこれ、洋梨に似てんのかな、味。あ、キュウリにも似てる。うん、美味しい美味しい、うん、ちょっとうちのあっこにも。うーん、食べる。サフランも作る。サフランじゃねえやつはなんだ。ラフランス。はいはいはい。ラフランスも作ってあるんだ。はい、動画は手広くやってるんですね。やっぱりほら、孫に頼みたくて。そんな鹿田農園さんの農園の感じ、こんな感じです。広い、まあ、ここだけじゃないのね、向こうにも広い、とにかく広い。じゃあお母さん食べましょう。食べましょう。実食実食。猿のしか食べてない。猿なしちょっと食べて。猿なしちょっと食べて。いやいやいや。ごちそうさまでした。でもリンゴにもいろんな種類があるんだね。アダムとイブが食べたリンゴはどの種類だったのかな。次はあなたの町を探索するかもしれない。ミルクマーケットがお送りしました。